まず試合振り返ってみて、はい、セレッソに勝つというかなり大きいんじゃないかなと思うんですけど、はい、どうですか振り返った試合は、はいえー、最初に失点して、えー、ちょっと焦ったんですけど、まあ、僕たちにはできるって信じてたんでしっかり自分で打開したりして突破でそれでしっかり点決めて謙診とか点決めてくれてそれで勝つことができたんで良かったですご自身も、まあ、左足警戒されてたと思うんですけど縦に行くプレーとかもうこの大会通してどんどん良くなっている印象があるんですけど、はい、その辺りどうですか えー、予選からはちょっとあのドリブルが取られるシーンが多かったんですけど決勝ラウンド来てからしっかり自分の課題と成果を振り返りながらしっかり研究されている中でもしっかり突破できるようにしっかり上手い人のプレーを見たりそういういのしていたので今日も抜けることができたのでそれはは良かかったかなと思います、はい、やはり右サイドでボールを持っての仕掛けカットインの力強さもう本当にパワフルだなとうう思っているんですけどこういうプレーっていつ身につけて なんか誰を招いてとか、そのあたり教えててももらってもいいですか、はい、中学校入ってから、えー、カットインっていうのは結構上手になってきて、うん、えーとメッシーが好きなんでメッシーたくさん見てカットインしてシュート打ったりっていうのをたくさん練習してカットインがまくなりました縦、はい、も結構いけるようになったのって、はい、もうそれ最近なんですか、それともやっぱり左を切られたらきついから前もいけるようになろうって前々からやってたのか、そのあたりどうです、えー 最初の方はカットインばっかだったんですけどカットインばっかしてるとやっぱ警戒されるんでしっかり盾もいけるように練習したりしてたのでしっかりその練習を生かして今日も抜けていいたかなと思いますまも前からの守備、まあ、岐阜の特徴でもあると思うんですけどそこの辺りいかがですかご自身のプレスについいてはいやーまだまだと思うんですけど謙信がしっかり先場に行ってるんでしっかり僕もそ,のそれについてって前からしっかりプレスして、まあ、ボール奪えたらボール奪えうし。 その前から行ってボールを奪って点を決めたりしたいなと思ってます、はい、理想としてはなんかどこで奪ってショートカウンターを仕掛けたいとかそのあたりいかがです理想はセンバツかで取って、まあ、もうそのままゴールでもいいと思うんですけど、まあ、それじゃあ結構厳しいんであのサイドに追い,追い込んでしっかり取っそこで奪って自分にボールを預けてもらって僕が仕掛けて点を決めたりしたいなと思ってます。はい まだ3点目、試合はほぼあれで決まったかなというふうふに思うんですけどロングカウンター、あの場面振り返ってもらっていかがですか、えー、リクトがいいパス出したんでそれに僕が走って、まあ、流し込むだけだったんでそこはまあリクトのおかげかなとこの大会で成長している部分多分にあるかなと思うんですけど、はい、どういうところ、まあ、自信がついていったりだとか成長しててるっていうふうふに感じてます自分の武器のドリブルとか、えー、シュート自分の決定力を生かしてしっかり。 点めることができたんで、そういうとこは成長できているかなって思ってます。また次、武蔵、なかなかやれる相手じゃないと思うんですけど、楽しみかなと思うんですけど、意気込み聞かせてもらってもいいですか準決勝まで来てるんで、強いと思うんですけど、まあ、自分の武器発揮して、点決めて、優勝いけるように頑張ります。ありがとうございます。期待してます。